はい、酒好きな俺の飲酒動画、始めていきたいと思います。今回は、ビール。第3のビール。麦とホップのザ・ゴールドというのが出てたんで、買いました。イオンで買いました。値段が100円ぐらい。何が変わったのかな、と思ったんですが、麦とホップだけで作った輝くコク。と書いてあります。リッチゴールドバクガとゴールデンアロマホップ一部使用、アルコール度数 5%。 なんかこれ初期のなんか麦とホップのパッケージに似てる、パッケージっていうか缶のデザイン的に。麦とホップ。特に何が変わったかとかっていうのを書いてない。リニューアルしたってことかな。麦とホップザ・ゴールドデビュー。乾杯。あ、美味しい。麦とホップのコクをさらに輝かせたのは、やはり麦とホップでした。深いコクを生むリッチゴールドバクガとゴールデンアロマホップを一部使用。生まれたのはザ・ゴールドと呼ぶにふさわしい。麦とホップだけで作った輝くコク。ぜひ一度お試しくださいと書いてありますけど。ああ、名前変わったってことですかね。麦とホップの普通のやつがザ・ゴールドになったってことだと思います。うん。うん。あ、でも美味しいですね。うん。あんまり苦くはない。うん。あんまり苦くないですね。うん。麦とホップ。いやでも普通にうまいとは思う。けども、まあ、ちょっと甘めというか、なんつうのかな。でも麦とホップ何度もなんかリニューアルしてきましたけど。完全にリニューアルしたのかな？パッケージだけじゃなくて。なんか、まあよくわかんないんですけどね。実際。うん、まあ普通に美味しい。ですが、これは飲み比べないとわかんない。うん、うん。とは思う。けどね。うん。うん。ワールドビールというサイト、の、ビール、地ビール、世界のビールというブログですね。ブログというか、に、だと、華やかなホップはしっかりめ、まろやかな甘みの、麦汁のような風味もあり、後味には苦味と少し渋みが残ります。
甘い麦汁のような風味に若干違和感が、感じるもの。全くと言っていいほど物足りなさはなし。スピリッツのアルコール臭さも気にならず、非常にうまくビールに近い味わいに仕上がっていると思いますと。新ジャンルもここまで来たかと思える一本。一度は試してみる価値ありです。だそうです。全部三つ星ですね。この人。まあ、なんか変わったんでしょ。うまいかまずいかで言うとうまい。ですね。断然。やっぱり、まあ札幌の、札幌のね、第3のビールといえばこの麦とホップ。ですね、やっぱりね。いや、でも美味しい。やっぱり。まあでも麦とホップの赤の方がうまいかというか香りが強いですね。でもしっかり味が感じられるのはこっちですね。うまい。しっかりなんかビールの以前の麦とホップよかは、うまいと思う。思う、多分、美味しいと思うよ。多分。美味しい。これは、美味しいです。今日ね、今日ってか昨日か。超寒かったんですけど、最高気温がマイナス1度、最低気温がマイナス4度だったんですが、それでね、風呂が壊れましてね、凍結したんだか何なんだかで、シャワーは、からお湯は出るんですけど、風呂が沸かなくなったっていう。で、昨日も、昨日、今日と、風呂が、もう入ったんです。入ったっていうより、シャワーだけ、だったっていうね、感じです。まあ、ちょっと寒いですね。ちょっと寒い。って感じでしょうか。はい。まあ。そうですね。まあ、という感じです。はい。麦とホップ。まあ、うまかった。全然、前のやつよか、うまいと思う。
かな、多分ね。多分。って感じですね。てかね、今日ね、イオン行ってきたんですけど、イオンで、テキーラが、2000円のやつがね、売ってて、それが、100% のアガベを使用しているテキーラだったんですが、ちょっとね、高いなと。あれ、ネットで買うと1200円ぐらいで買えるんですよ。ヤフオクで。なんでなんか、損した気分なんで、買いませんでした。あと、あれですね。ラム酒の、キャプテンモルガン。あれもね、売ってたんですよ。でね、それが1980円だったんです。高っかと思って、普通に買うと、普通だったら1400円ぐらいで買えるんですけど、高っかと思って。それを俺最初気づかないで980円だと思ってレジ持ってったら、いきなり1980円とか言われたから、びえーと思って。あれと思って、拒否ったんですけど、その後。やっぱりちょっとやめてください、つって。まさかの。高っか。やっぱイオン高いな。まあ、品揃えはまあ、いいんでしょうけど、高い。ね。コクはある。甘みもある。香りもある。これはビールの、普通のビールに負けないほどの美味しさは感じられるとは思うんですけど。いかんせん何かこう、あれが足りない。なんか、もうちょっとパンチが足りないっていうか。そんな感じでしょうか。全部四つ星。って感じでしょうかね。やはり赤の方が個人的には美味しい。かな。ということで、ご視聴ありがとうございました。